アスペルガー症候群ですね。え？はあ。ある日、私はお医者さんにそう診断された。会話は表面上問題なくできるのですが、行間を読むことが苦手な傾向があり、言われたことをそのまま鵜呑みにしてしまったり、自分の興味のあることをずっと喋り続けるといった傾向があります。なるほど、やっぱりね。あ、いや、そのものじゃないか。だけどパパとママは全く驚いていなかった。むしろ納得していたんだ。私はカイとアヤ、小学5年生だから私はみんなと合わなかったのか。お医者さんの診断結果に私自身も思い当たるところがあった。あら、新しいドレッシング買うの忘れちゃったわ。中華ドレッシングしかないから、今日はこれで我慢してちょうだいね。そうか、わかった。オッケー、どっちも好きだから問題ないよ。いやだ、私は心臓ドレッシングじゃないと嫌なの。わがまま言わないの。絶対にそれじゃないと食べない。あれがいいの。ドレッシング一つとっても私はこだわりが強くて、よく家族を困らせた。それだけじゃなくて、いつもとスカートを置いてる場所が違ったよ。どうしてそういうことするの。置き場所なんてどこでもいいじゃない。それくらい気にしないの。洋服の置く場所も少しずらされるだけでもとても嫌なの。やっぱり原因があったのよ。とりあえずこれですっきりしたな。うん。そして今日正式にアスペルガー症候群だと診断されたんだ。しかし参ったな、よりによって俺の娘が。どうしてこうなっちゃったのかしら。ごめんなさい。ちなみにパパは不動産会社を経営している。そんなパパは世間体っていうものを気にしてるみたい。ただいま。あら、今日は早かったのね。お帰りなさい。お帰り。ゴジバのチョコレートがあるぞ。やった。ゴジバのチョコなんてあったの。おいしい。やっぱ違うね、ゴジバは。タカヤのために取っておいたのよ。私には隠してたんだ。彼は私のお兄ちゃんのタカヤ。私立花やか小学校に通っている優等生なの。ピアノにバイオリン、英語に水泳、いろんな習い事をしているんだ。タカヤ、アヤの検査結果が出たんだ。アスペルガー症候群ですって。やっぱり何かあると思ってたよ。ま、なるべく迷惑をかけないようにしてくれよ。そうだぞ、世間体は大事だからな。そんなことを言われても私にはどうすることもできない。よし、これで材料はバッチリ。そんなある日、ママにあげるプレゼント用に私は空き地で花を摘んだ。ママ喜んでくれるといいな。ん？パパにママ？そして家の前に着いた時、ちょうどどこからか帰ってきたパパとママに遭遇した。二人でどこに行ってきたの？ああ、隣町の古いアパートを一室契約してきたんだよ。古いっていうか、ボロボロっていうか。え？ボロボロのアパート？どうしてそんなことしてきたの？良いことのためさ。いずれわかるわ。この時の私はまだその理由に見当もつかなかった。このお花はこっちの方がいいかな。ママ喜んでくれるといいな。その後、私は摘んできた花でアクセサリーを作っていた。これが私の趣味なんだ。あや、あや。ちょっとあや、ずっと呼んでるのに。うわぁ！その時、突然ママが部屋に入ってきた。アクセサリー作りに夢中だった私は、ママの声が聞こえていなかったんだ。ママ、ちょうどよかった。ママのために作ったプレゼントができたところなんだ。はい、とっても素敵にできたと思うんだけど。そして私は、ママに花の冠を差し出したんだけど。いらないわ。こんなガラクタばっかり作って。全部処分するからね。そんな。私の思いは、無情にも砕け散った。はぁ、喜んでくれなかったよ。その後、私はまた公園にやってきた。捨てられちゃったから、また作ろうと思ったんだ。さすがに傷ついたな。その時。うわぁ！何やってんだよ。ああ、泣いちゃってる。大丈夫かな。近くにいた、ある兄弟が目に入った。よし、家に帰るぞ。ありがとう、お兄ちゃん。お兄ちゃんなんだから当然だよ。その兄弟はとっても仲がいいみたい。その光景を見て、優しいお兄ちゃんだな。私のお兄ちゃんは、私が転んだらおんぶしてくれるかな。お兄ちゃんなら、喜んでくれるかな。私はそんな淡い期待を抱いた。そしてその夜。お兄ちゃん、これ。え、何？プレゼントだよ。花で作った手作りのブレスレットをお兄ちゃんにプレゼントしたんだけど。ああ、
んだよこれ、こんなもの欲しいわけないだろ。え、ったく、早く持って自分の部屋に行けよ。そんなお兄ちゃんは受け取ってはくれなかった。またそんなガラクタ作って。おいおい、お兄ちゃんの勉強の邪魔をするんじゃない。そうよ、今お兄ちゃんは大事な時期なんだから。だってその後パパとママにまで怒られてしまった。そろそろ頃合いかもな。そうね。え、すると突然パパとママは私の顔を見て怪しく笑い。あや、このままだとお兄ちゃんの迷惑になるから一人でボロアパートで暮らせ。え、信じられないことを言い出した。とても小学生の私に言うセリフとは思えない。安心しろ、家賃や食費、生活費は毎月渡してやるから、一人で頑張ってみなさい。できるわよ、あやなら。その言葉を聞いて私は嬉しい。ありがとう。え、あら、そう、とっても嬉しかったの。やったー、一人で暮らせる。その後私は早速パパたちが用意したボロアパートにやってきた。ここが私の城なんだ。これで何を作っても捨てられないし、何も言われない。最高だよ。うん、お腹すいた。だけど嬉しいことばかりじゃない。私一人じゃご飯も作れなかったんだ。どうしよう。はい、簡単だけど炒め物できたよ。しおらちゃんありがとう。そして助けを求めたのは学校のお友達のしおらちゃん。連絡するとすぐに来てくれたの。おいしそう。でも一人暮らしなんて大丈夫なの？なんとかなるとは思うんだけど。お願いしおらちゃん、家事を教えてくれない？ええ、私でよければ。しおらちゃんはしっかりしていて家のこともよくやっているんだって。最初に玉ねぎを炒めて。うんうん。それからしおらちゃんは私にいろいろ教えてくれた。トイレ掃除はここもちゃんと磨いてね。なるほど。洗濯物を干すときはちゃんとシワを伸ばして。わかった。今日は突然だったのに本当にありがとう。うんうん、大丈夫。これからも困ったら呼んでくれていいからね。あの、しおらちゃん、これ喜んでくれるといいんだけど。そしてしおらちゃんに花の冠をプレゼントした。その反応は少し怖かったんだけど。いらなかったら捨ててもらっても。わあ、かわいい。もらっていいの？うん、もらってくれるの？もちろん、とっても嬉しいわ。ありがとう。しおらちゃんは笑顔で喜んでくれたんだ。人に喜んでもらえるってこんなに嬉しいことなんだ。10年後。腹が減ったな。そうね。なんで何もないんだよ。私たちは悲惨な暮らしを送っていた。その理由は倒産してしまった。え？夫の経営していた会社が倒産したから。それから全てが狂い出したの。畜生、またダメだった。夫の再就職はうまくいかず。俺をバイトで雇えることを感謝しねえ店が悪いんだ。高谷は傲慢な態度が原因ですぐに仕事をクビになる始末だった。とにかく食べれるものを探しましょう。土手にある草の中にヨモギがあったような気がするぞ。そんな私たちの日常はこうして食料となる草を探すこと。なんで俺がこんな生活を。高谷ったら、たまには親孝行でもしてもらいたいものだわ。はあ？今の状況でよくそんなことが言えるな。やめなさい、余計な体力を使うな。そんな言い争いをしていたその時。ありがとうございました。え、あれって。あの人がどうかしたか。一人の女性が目に入った。あの顔、あの声、あれはきっとあや。え、ママ、パパ、それにお兄ちゃん。え、あや、何？どうしてこんなところに。その女性は10年前から一人暮らしをしているあやだったんだ。母親の勘で分かったわ。久しぶりね。あやが中学卒業するまでは生活費を面倒見ていたけど、それ以来は音信不通だったの。しがない店員か。ううん、ここは私のお店、私がオーナーなの。はあ？ここって最近人気で海外にも支店があるジュエリーブランドだろ。そのオーナーだって。嘘。しかも今はこの店のオーナーをしているという。どうしてあんたが。趣味のアクセサリー作りを続けていたら気がついたらブランドを立ち上げていたっていうか。だからってこんな立派なお店を。
これは私たちにとって千載一遇のチャンス。じゃあ結構儲かってるんじゃないの？そうだ、パパが一緒に経営してやろうか。アヤの知力じゃこの先不安だ。俺たちも協力してやれよ。貧乏になったこの状況を変えるにはアヤに取り入るほかない。店長、お電話です。あ、はい。じゃあ悪いけど。どうよ。待ちなさい。だけどアヤは店員に呼ばれて行ってしまった。あと少しだったのに。だけどまさかあのアヤがな。でも私たちは諦めたわけじゃない。行くぞ。こりゃ高く売れそうだぜ。これは私たち用に持っておこうかしら。品定めはとりあえず持って行った後だ。その夜私たちはアヤの店に入り込んだ。ショーケースのガラスも早く壊して、警察が来る前に急いで切り上げるわよ。わかった。万が一捕まったとしても言い逃れできるから。泥棒ってまさか。夜突然泥棒が店に入ったと知らせを受けた私は急いで店に駆けつけた。嫌な予感がする。すると店にいたのは。だからここは私の娘の店なんです。身内の店なんだから実質このジュエリーやアクセサリーは私たちのものだろう。そうだそうだ。パパ、ママ、お兄ちゃん、私の家族だった。ふざけるのも大概にしろ。身内とか身内じゃないとか関係ない。これは立派な犯罪行為だ。はあ、今更私を娘だなんて。10年前のことを忘れたの？しっかり生活を保障していたんだ。とやかく言われる筋合いはない。こんな人たちと血がつながっていると思うと悲しい気持ちになる。わかった、助けるよ。本当？さすが我が娘。だけど私は3人に助け舟を出すことにしたの。3人のことは知り合いの看守さんによろしく伝えておくね。え？どういうこと？反省はしっかりしてもらう予定だけどね。私、四つ方刑務所の刑務作業の監修もしているんだよね。だから刑務所の監修さんとも仲がいいの。監修ってことは俺たちが刑務所に。だってさっき助けてあげるって。うん、刑務所での暮らしが楽になるように助けてあげる。そんな。刑務所は何年入ることになるかな。無事に出てこれるといいけど。いいのかよ、家族が捕まるんだぞ。おや、考え直せ、お願いだから。家族？私には10年前から家族なんていないけど。あいや。そう、私にはもう家族はいない。一人でここまで生きてきたんだ。いやだ、捕まりたくない。あや、助けて。離せ。そして3人は警察に連行された。その後3人には5年の実刑が下されたと聞いている。今の私は好きなことを仕事にできている。こんな幸せなことはない。いらっしゃいませ。ごゆっくりご覧になってください。これからもこの幸せをかみしめて生きていこうと思う。今日も見てくれてありがとう。じゃんけん。